吉田さん、なんか量から質を取り出すっていうのはね、まあ凡人の発想ではあると思うんですよ。まあでも一部の天才っていうのはそもそも最初に与えられていた素地がいいんでね、質がいいんで量をこなすことができるんじゃないかなっていうのも一つなんですよね。これを YouTube の例で言うとね、まあ一般的にですよ、質の低い動画っていうのは量をすることによって、そのたくさん動画を量産するとね、一つあたりの再生数が10とか20でも、たくさんやれば10万20万になるっていうのは、これはねよく捉えられることだと思うんですよ。でも今度ね、質の高い動画を1本ポーンと動画アップロードするとするじゃないですか。例えば10万再生されましたって、1本の動画で。そうするとその動画を見た人の反応から派生した動画がさらにね、ポコ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 別のアカウントから生まれるってことで、トータルでその関連した動画ってのが数百万本になるってことはありえますよね。で、私は吉田さんの動画っていうのは、こうやっていくらやり取りしてもね、じゃあ億万長者合宿の動画を見てこんな本を思いましたみたいな関連動画って、まあなかなかできないと思うんですよ。要するに横に広がっていかないんですよね。もちろん横に広げていくような見せ方もしてないですし、そういう願いも込めてないんで、これはまあいいんですけども、質の高い動画っていうのは多くの人に影響を与えるように、やっぱそこにはね、プロモーションとか意図とかバイアスをかけてるわけですよね。例えば昨日見たね、ブレイキングダウンっていう格闘技のイベントなんですけども、これはやっぱりね、たくさんのカードが売れるようにっていうのも少し入れて、話題性の高い人をポンポン入れていったりとか、無名な人が参加したら参加したで、その無名な人をいかに周知させるかっていうのでね、バックグラウンドをやってみたりとか、予選の風景を映してみたりとか、エピソードを出してみたりとかね、で肩書きを作ってみたりとか、様々やって、その質をどんどん上げていってるんですよね。で、質が上がるから、じゃあ格闘技イベントのライブが公開されました、ただそのライブからいろんなね、切り抜きとか切り取りとかっていうのが生まれてきて、トータルとしてものすごい効果を生むってこともあって、質が高ければ量は生まれるし、量をたくさんやったら、まあ、質をその中から取り出していくこともできるし、これ両方ともその通りだなっていうふうに思いますよね。でね、今回魚って書いてるのは何かっていうとね、この質なのか量なのかよく分かりませんけど、私魚っていうね、漢字ってのはね、ものすごく身近なのにものすごく質が高いと思ってるんですよ。というのが、この魚っていう漢字は魚編にすると一気にね、量を生むんですよ。例えば魚編の漢字が何があるかっていうと、利益の利っていう風な作りを組み合わせてアサリって読んだりね、で酸化の酸に似た漢字を書いてアジっていう風に書いたり、あと占うっていうね、6月鮎が旬が鮎ですけども、占うって書いて魚で鮎だったりするんですよね。でもちろん他にもいっぱいあってね、弱いと書いてイワシと読んだりとか、もうとにかく魚っていう字はこっちの作りの方を量産してくれて、たくさんの意味に広げてくれて、それこそ海いっぱいに、素敵な魚たちを泳がしてくれて、私たちの身も心も胃袋も満たしてくるわけですよね。まあこういった感じで、質の高い感じっていうのは派生した言葉をたくさん生むなっていうのがちょっと似てるかなと思ったんですよ。で、人間にも当てはまることがありますよね。死んだ魚の目をしてるみたいなこと言われますけどもこれは漢字ではないんですけども、魚の生きの悪い現象をよくね、映しているなと。だからといってね、新鮮な魚の目をした少年だねっていう言葉は使わないですよね。あくまでも悪い印象をこう比喩した時に、魚の死んだ目をしているみたいなことを言いますよね。あと何があるかな、死んだ貝のように口を閉ざすみたいなことがありますよね。まあほんとね、死んだ貝のように口を閉ざすっておかしいなって、死んだら貝ってパカッて開くんですけどねこれは言葉遣い、私の覚え方が悪かったかな、という感じでね、今回魚っていうタイトルで、ちょっと一回動画を作ってみましたけども、何でしょうね、やっぱり量から質を取り出すのか、質からも量が取り出せるのか、不可逆ってことはないと思いますよ、やっぱり。でもなかなか天才ではなければ、質から量を取り出すことはできないんで、まあ、私たちはね、量をすることによって質を取り出していこうかなってところですね。
まあでも漢字一文字で1000はいくっていうこのチャレンジはなかなかないでしょうね。なんかやっぱりこう単純に思い当たるのは相手の漢字の関連とか逆をいくみたいな感じですよね。そうして関連させていって連想させていくとストーリーはつながりやすいですよ。でも今回みたいにその量っていう漢字からね一気に魚までいくと話の組み立て方はちょっと工夫がいるかなと。まあこれも質の一部かなと思うんですよね。はい、まあいささかちぐはぐだったかもしれませんけども今回は魚ということでお届けしてみました。いかがでしょうか。